こちら、サミさん公式の時間がやってまいりました。サミさん、今日はタイトルに書きましたが、2つのお互いということでいきますね。皆さん、例をご覧いただいてわかるかと思いますが、この文末ですね、まあ、ここにお互いという意味の表現、まあ、それを入れていただきたいんですが、皆さん思い出せますか？まあ、人々はお互いに挨拶をしているというような文章でございます。まあ、パッと思い出せそうなのは each other、まあ、そっちの方がまあ有名かと思いますが、実際にこれ公式問題集の選択肢の中にあったのは each other じゃなくて one another で、皆さん今日これをご紹介したのは、皆さん実は品詞に注目していただきたいからでございます。皆さん each other にしても one another にしても、皆さん品詞はわかりますか？まあ、ヒントは動詞ですよね。皆さん greet、まあ、挨拶をするとか、誰それを迎える、そうです、他動詞ですね。ということは後ろは目的語で、目的語と言われたら品詞は名詞ですよね。で、それを意識できている方はいいんですが、名詞ですかという方も実際にいらっしゃるはずでございます。ですからこの表現はパート1の選択肢の中にあるだけなんですが、実際これがパート5もしくは他のパートに出現する可能性やはりございますので、押さえていただきたいと思いましてご紹介をいたしました。で、皆さんこの each other の other、 これが出てきましたので、皆さん下にも追加をいたします。プラスアルファと書きましたが、皆さんこの真ん中に other than、 品詞はわかりますか？まあ、構造はこんな感じになってますよね。そうすると皆さん真ん中の部分だけ浮いております。まあ、つまり文型関係ないと。で、文型関係ない中で、メアリーという名詞がございますが、当然その名詞の左側、そうです、アザーさんで前置詞なんですね。じゃあ皆さん意味は思い出せますか？そうです、うんたらかんたら以外。ですからメアリー以外誰も彼のことを知りません。で、今回これをプラスアルファで追加したのは、皆さんやっぱりアザーさん。皆さんこれ公開テスト出てますからね。そうです、選択肢の中に普通に放り込まれておりますので、品詞と意味、これが分かってると一瞬でさばけるんですが、ああそこまで見えてませんでしたという方も実際いらっしゃるはずですね。ですからそんな方はこの上のお互いとこの下の other than、 両方ぜひ押さえていただきたいと思います。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸7番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう重ねさせていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。